で、こちらは万葉拠点になるんですけれども、お、はいはいもうはい。まず第一にちょっと僕もちょっとよくわかんない、なんか、オブジェクトがちょっとできてるんですけなんだど、あれ？ちょっと、よくない。あれは何ですかね。ちょっと僕もさっきログインして初めて見たので、特急物あります。はい。え、これボクシー？特急物ボクシーか、これ。これまずいっすね。センシティブですか、それは。これは。ちょっとカズさん、やめてください。やめてください。サーキット乗るのやめてください。乗らないでください。サーキットっていうのもやめてください。なんか出っ張ってんな。すごい今日だ、すごい今日だね。誰が作ったんだよ、これマジで。これ、タレコミによると多分、ヒカクシーが。ヒカクシー。犯人の名前、なんだか胸に刻み込まれてるし。ヒカクシーの。そういう意味じゃないかな、ヒカクも。はいはいはい。H ね。H。はい。なるほどね。これに関しては、ちょっと彼らの、ちょっと、はい、発言ちょっと聞いておくので、後で聴取しておきます。どうしてね。ちょっと怒ってるんだ、やっぱり。まあ、さすがに自分の作った家の上にね、こんなへんてこなもの作られたら。おしゃれな家は絶対に8割ではないのか、これ。目線が上に行くな。8割ちいかわではない。8割じゃないですか、これ。8割なの？8割の位置。8割の位置。8割の位置か。いや、でもそもそも8割って、その、おでこのとこちゃんと8割ってないと、8割って言わないので。あ、じゃあ、割れてるんじゃない？これはもどきってことですか、これは。そうっす、さすが、オリジナルキャラクターがオリジナル。そうっすね、間違いなくこれ、パッツになってるんで、まあ、キャラ名パッツンじゃないですか、多分。パッツ割れか。パッツ割れ。割れてないのだから。パッツン。はい。パッツン。パッツンみたいな言い方。パッツン。そういう由来なんですね、8割ってね。そうですね。